こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今日のね、一生に一度は行きたい旅行先として、愛媛県松山市の日本三大古湯の一つである道後温泉の日帰り旅行をお届けしたいと思います。この道後温泉はですね、以前は夜しか楽しめないみたいなねことを言われてたんですけども、最近は観光地化がかなり進んでおり、昼間もね、グルメ含めて見どころがたくさんありました。夜行族気分の貸し切り温泉、最高だったな。ということで、お楽しみください。どうぞ。モーリーチャンネル。金の島大橋、最高っすね。こんなロケーションでね、これが食べれるなんて最高じゃないですか。これはいいっすね。これはやばいな。めっちゃ綺麗じゃないですか。おお、なかなか広い、すごいおしゃれな部屋ですよ。すべて美味しそうです。晩酌ならぬ朝酌みたいなのをやりたいなと思ってます。気持ちいいですね。はい、今チェックアウトして出てきまして、今から道後温泉に向かいたいと思うんですけども、電車ですね、これに乗って道後温泉まで、ね、行きたいなと思っております。おったん列車運休中ですね。これじゃないか。あー、いい感じです。行きましたね。あっちか、分かりにくいですね。市内電車ワンデーチケットっていうことで、お金払えば1日乗り放題で乗れるみたいですね。じゃあ道後温泉行ったりとか松山城行ったりとかできるみたいです。何時からなんですかね。5番と3番に乗ったら松山市から道後温泉まで行けるみたいですね。今行ったのは1番の、あれは行かないですね。で180円で行けるということですね。青色か赤色ですね。あ、これ3番来た。これ行きますね、道後温泉。はい、これに乗っていきたいと思います。大阪神社神社本道後温泉方面行きです。道後温泉駅降りまして、次行くところはこの道後温泉の血管ですね。深野温泉にやってまいります。飛鳥の湯でしょ。もうすごいインスタ映えみたいな場所があるんで、ちょっと追っていきます。すごい、何これ、やば、すごいですね。インスタ映えのスポットになってますね。で今日はね、ここで貸し切りの温泉を12時から借りておりまして、あと15分後に行くことになってます。これですね、飛鳥の湯、楽しみです。はい、それまでね、ちょっとまだ5分ぐらい時間があるので、ちょっと道後温泉のこう商店街のところも入ってみましょうか。あ、鯛めしのなんか角屋も美味しいみたいな感じで聞いたな。今日朝鯛めし食べたんですけどね、ちょっと食べたいですね。なんか変わりましたね、この辺。何単語覚えてるな。トトロのお店がこの辺にあったような記憶が。で、道後プリン、これもちょっと後で食べようかな。温泉街といえばやっぱプリンをね、食べないといけないです。あと忘れてましたけど、一六タルトも有名ですね。一六タルトも美味しいですね、お土産に。今治屋、道後ミルクチーズケーキ、これもちょっと後で食べたい気もするな。あ、うなぎもうまそう。あ、食べたいもんばっかりあるな。だ、ここも角屋ですね。鯛めし角屋。いや、なんかコンパクトでいいっすね。頼んだ坊っちゃん、あ、いい感じですね。はい、道後温泉到着いたしました。行ってまいりました、道後温泉。おお、すごい、こんなんだったかな。道後温泉駅、いい感じですね。あ、そして目の前にですね、坊ちゃん列車もありますね。いいですね、絵になるな。よきよき、道後温泉駅。スターバックスカフェって書いてないですね。スターバックスだけなんですね。これなんか意味があるんですかね。普通スターバックスコーヒーって書いてるはずなんですけど、このスターバックスもな、ちょっと中もね、割とレトロな感じらしくて、ちょっと覗いてみましょうか。お、すごい、あ、なんかレトロだ。あ、なんかいいレトロな感じっすね。へえ、これもちょっと、おー、なんかすごい、もう階段からちょっと音がしてちょっと違いますね。おー、いいっすね、なんか北野の異人館みたいな。おー、いい、いい、あ、すごい。おー、いいですね、からくり時計もいい感じの味出てます。
道後温泉のね松屋道しるべということで見てるんですけど、今ちょうど駅前ですね。駅前にこう足湯があって、ここに商店街があります。ここから僕は飛鳥の温泉に今からねちょっと入りに行くんで、ここに入ってちょっとこっちのこの空の散歩道足湯ってところに行ったりして、あとはまあこの辺だけちょっと散策食べ歩きして、もう今日はね帰ろうかなと思うんですけど、もう本当にすごいコンパクトに楽しみますね。歩いて約10分楽しみ、いいですね。松山の街も楽しみつつ、この道後温泉をサクッとこう楽しむみたいな、十分ですね。日帰りでも十分ですし、泊まってもめちゃくちゃゆっくり楽しめるんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱ広すぎるとね、やっぱ観光するのに大変なんですけど、温泉いろいろ楽しみながら行くといいんじゃないかな。結構その風情ありますしね、すべてのところが。でちょうどねあと4分後にからくり時計が動き出しそうなんで、ちょっとこれ待ちたいと思います。おなんか音楽鳴り出しましたよ。おい、さあ始まりました。ここからはちょっと僕も静かにします。ナレーションはちょっと入れちゃいますね。この道後温泉駅前にある坊ちゃんからくり時計はですね、1994年に道後温泉本館建設100周年周年記念事業の一環として作られたんですね。午前8時から午後10時までの間に1時間ごとに道後温泉らしい音楽とともにせり上がり、小説坊ちゃんの登場キャラクターが皆様を歓迎するということでですね、また土日祝日だったりとか3月4月8月11月とか年末年始とかね、ゴールデンウィークのような、まあ、繁忙期といいますか、そういった期間はですね30分間隔の上映期間になってるようです。使用してる楽曲もね時間帯によって違っててですね、この街でっていう曲だったり、伊予万歳っていう曲だったり、坊ちゃんのテーマっていう曲だったり、子守歌風伊予節とかね、4曲が時間帯によって自分がねこの曲のからくり時計が見たいっていう時間に合わせて行っていただければと思います。これで終わりですかね。面白いですね。じゃあちょっと向かいます。それではね予約してた飛鳥の湯に戻ります。はい、飛鳥の湯やってまいりました。いやもう映え映えですね。なかなかこういう感じに仕立て上げるのって勇気がいる決断だと思いますけど、はい、ご覧になってて、はい、お部屋こちらでございます、はい、どうぞ。こちら道後温泉本館の東側にございます。皇族の方が訪れた時のに開かれるというおなり門を再現したものでございます、うんうんうん。本日ご利用いただきます特別室になります、はい、こちらでございます、はい、どうぞお入りください。おー、緑茶碗の白鷺と柚子碗の椿、2種類からお好きな方を選びいただけますが、どうされますか。どっちが人気ですか。好みがあるかと思いますが、うん、椿は結構柚子の香りがします。白鷺の方は熊高原町産の緑茶を使用しております。じゃあ緑茶の方で、では貸し切りのお風呂をねちょっと見たいと思います。すごい厳かな感じというか、おおすごい、あいいっすね。王族になった気分ですね。すごい、ここにああいう服を着て入ってたんですね。さすが日本三大古湯の一つ道後温泉ですね。歴史を感じます。お風呂に歴史を感じるってやっぱなかなか体験できないことがすごいですね。道後温泉はね四国愛媛県松山市にあるね日本三古湯の一つと言われてるんですね。その存在は古代から知られて万葉集第一にも出ていた。でかつてはこの周辺が温泉郡と呼ばれていたが、これはこの温泉にちなむ地名であると。夏目漱石の小説坊ちゃんにも描かれて、愛媛県の代表的な観光地、そこでこう歴史的なものに入れるということですね。はい、このね貸し切り温泉は、まあ、2階にあって、注意しないといけないのが、まあ、石鹸とかね、まあ、シャンプーとかそういった類いのものが、まあ、用意されてないんですよ。なんでかっていうと昔はそういう入り方をしてた。この湯帳っていうねこうお風呂入る時に服を着て入るっていう形だったらしいんですよ。その身分の高い方っていうのはね恥ずかしいとこ見せないっていう感じなんですかね。で体とか洗う場合は1階に普通にお金払って入れるお風呂があるので、まあ、そっちに先行って体洗ってから上に来て身分の高い方のお風呂の入り方を体験するという感じですね。その下に行くのにこうやって浴衣を着れるんで、まあ、ちょっとなんか旅館に泊まった気分も味わえるっていうのはいいですね。はい、ここのねお風呂には裸で入るんではなくて、これは湯帳を着て入るということで試してみたいと思います。いや
なんかちょっと身分が、ね、上がったような感じがします。じゃあ入りたいと思います。おー、あったかい。うわぁ、あぁ、あぁ、 YouTube 的にもいいですね。モザイクいらないです。いやぁ、なんかちょっと本当にタイムスリップしたみたいな気分になります。もう天井とかもね、見えるのは上にしましょう。天井もね、すごいね、歴史を感じる。いや、この体験はぜひしてほしいですね。ただ服を着て温泉に入るっていう経験もね、なかなかできないので。はい、それでは今からお茶菓子で老後昔話。じゃあこれをこういうの上品に使うまでもない気もするんですけど、うん、あ、緑茶の味がしっかり。もうほんとお茶にめちゃくちゃ合う。こうちょっとずつひさえ転がしながら味わうみたいな、そんな品のあるお菓子ですね。いや、本当に貴重な体験ができてます。湯帳をね、着てこうお風呂に入る体験だったりとか、もうこういった部屋でこうびっくりすることがね、90分の時間なんですけど、まあ、それでも90分とは思えない長く感じますね。ゆっくりとなんか時が流れてるような感じがしますね。これはこれでいいですね。なんかちょっと時の流れを変える体験というか。おお、いいですね。個室を全部で伝えまして、はいはい、道後温泉の伝説を愛媛の伝統工芸品で飾ってるんですが、ただいま4部屋空いております。ご覧になってみてください。こちら今治の桜井地方の桜井漆器で、飛鳥時代に道後を訪れた天皇たちゆかりの品物を書いております。今治タオルで椿の花。おー、すごい。カメラのレンズを通してみると真ん中の椿が色鮮やかに浮き出たように。おー、確かに。へえー、面白い。でこちらが道後温泉のパワースポット、玉の石伝説を八幡浜の大漁旗を染める筒垣染めで10メーターのものを裏表なく染め抜いております。こちらが道後温泉を発見したとされる白鷺伝説を甲府中央市の水引きで作っております。聖徳太子が何かかの子を伝えたと言われております、ここから王子地方に伝わります内川市で、昔ながらの和紙に金属箔で模様を発見する技術から作られております。ギルティング和紙でございます。文字が浮き出てくる。これすごい。さあ、お風呂入りましたし、あとはもうちょっと足湯と食べ歩きして帰りますかね。足湯こっちかな。さあ、適当に食べ歩きもしながら目指したいなと思います。ここもなんか良さそうやな。あ、ここもちゃん牛乳ソフトクリーム、うまそう。一個一個点数調べつつ、トトロのお店ありました。トトロ、ここはそうですね、道後温泉じゃないですか。改修で全然姿形見えなくなってる。あー、でもこの辺なんか綺麗になってるな。昔に来た時より。こんなオープンテラスみたいなとこなかったっすよ。うまそう。じゃこカツとかちょっと後で食べよう。この辺、この先が足湯、この辺ですかね。あ、こっから入れるんや。はい、空の散歩見て足湯行きたいと思います。あ、ここですね。ここ上がっていったところが空の散歩道。上がっていきましょう。結構な坂道よ。空の散歩道っていうぐらいですからね。結構上の方まで行くんでしょう。あ、道後温泉の全貌も見えますね、ここから。ここですね、道後温泉空の散歩道。あ、みんな近づいてますね。こう上から
道後温泉を眺められますね。なかなか絶景ですね。道後温泉はいろいろ変わっていってるんですね。修理したりとか、あの改修工事も2019年8月からやってるんですね。ということはコロナになる前からやってるのか、まあ、ちょうど良かったっていうのはあれですけど、コロナの間に完成仕掛けてるっていうことですね。なんだあれ、なんか屋根の上に乗っかってるな。謎っすねあれ、シュール。シュール今度楽しみたいと思います。円満寺湯の大地蔵さん、もうなんかインスタ映えの場所らしいっすよ。この辺はね、おそらく比較的新しい地域で、もうちょっと Google マップとかも出てこないんで、ちょっと試してみます。ジャコカツ優勝って書いてますね。ジャコカツ優勝してるから、もうジャコカツ食べようか。ジャコカツ一つお願いします。はい、はい、はい、これではジャコカツですね。これいただきます。うまそう。うん、うまい。揚げたてやから絶対うまいですね。うん、じわじわジャコ感があるな。うん、揚げたて、もう注文受けてからね揚げるんで、もう絶対うまいやつですね。どんどん食べ歩きしていきます。お土産どころ、リラクマの湯、ここも人気ですよね。一六タルトも食べたいですね。一六も食べたいな。ここで食べれるんですか。あ、一六タルトの天ぷらとかあります。これもちょっと食べたいな。時間かかりそうだ。温泉あとはみかんジュースですよね、やっぱ。いただきます。うまっ、うまっ。じゃあちょっとまず基本のね、一六タルトからいただきます。あ、匂いからちょっといい匂いしますね。あー、これだこれだ。なんかただのロールケーキみたいな生地にあんこ入ってるのかなと思ったら、まあ、違うんですね。もっとなんか蜜の濃い、ちょっとなんか柚子風味のする生地にこうあんこが入ってて、美味しいんですよね、うん、これ本当に僕も最初初めて見た時はなんかおじいちゃんおばあちゃんが買ってくるようなそういうお菓子なんてないのと思ったんですけど、美味しいんですよね。坊ちゃん団子、坊ちゃんいただきます。うん、あ、これもすごい、すごいお茶の味がします。2つ目は違うのか、味が。2つ目はクリームっぽい味ですね。1つ目は完全に団子の味でしょう。あんこの団子の味、あんこの味ですね。うまい。この坊ちゃん団子というのは、その夏目漱石が描いた坊ちゃんで、その坊ちゃんが道後温泉で団子を食べるというところから来てるみたいですね。一六タルトは食べてないかな。それちょっと調査が必要ですね。食べてたら坊ちゃんタルトになってるか。それではこれちょっと新しい一六タルトの天ぷら、こんな前僕来たらなかったと思うんですけど、うまそう。うん、あ、いけますねこれ。うまっ。あ、うまい。なんか揚げまんじゅうみたいな、塩もかけていってきたんで、ね、ちょっとハンコこうしてかけんとこかなと思いましたけど、やっぱかけます。うん、甘さ引き立つ。これ当たりっすね。食べた方がいい。考えられてるな。食べ歩きしていきたいと思いますけど、結構ねキャッシュレスに対応してない店が多くて、結構現金を持っていっとかないと。このね、マチカっていう松山限定のキャッシュレスあるんですけど、外から来た人はそんなの持ってないですからね。ポンジュース持ちとこ、道後アイスモナカ、うまそうやな。あ、道後プリン、これちょっと食べたいですね。これは食べましょう。これ店内はね、なんかこう温泉みたいになってるのもおしゃれ。道後プリンいただきます。すごい、みかんが入ってる。ああ、プリンを食べに来たのにゼリーが入ってる感じ、いいっす。結構ご丸ごとゴロッと入ってますよ。うん、そしてその後のプリンを、あんまみかんの酸味とプリンの甘みがベストマッチな幸せだな。すごいっすよ、いろいろあるな。おー、うまそう。あ、ここだ。ここも食べたいんや。
映え映えスポットやな。これ面白いですね。ミルクとかイチゴミルク。何が一番人気なんですか？丸ごとみかん。ああこれか。2つぐらい行きたいな。じゃ丸ごとみかん1つと2番目に人気なの。いちごミルクなんですね。じゃあこの2つ。なんとですね、こんななんかヨギボーでこうくつろぎながらね食べれるみたいな場所がありましてですね、商品をですねこんな感じで桶に入れてね、やっぱ道後温泉なんで桶に入れてね提供していただけるということです。もうパッケージングもなんかこう洗練されてますよね。ちょっと大きな力を感じますね。大きな会社が関わってるんじゃないですかこれ。でちょっと欲張って2つ頼んじゃったんで2ついただきたいと思います。まず丸ごとみかんいただきます。どういう感じなのかな、みかんとチーズケーキが。合うなチーズケーキとみかん。斬新な味です。さっぱりしてて、こうお風呂上がりとかいいっすね。お風呂上がりとかにより美味しく食べれるような味付けにされてる感じします。だからいちごミルク、いちごミルクも見た目同じです。今流行りのちょっとフルーツ大福的な、その大福をチーズケーキにしたみたいな感じですね。あでもこれいちごジャムですね。あ、うまっ。あ、美味しい。個人的には僕こっちのいちごミルクの方が好きかも。うん、美味しい美味しい。うん、本当にいちごミルクな感じで、ちょっとふわふわ軽くて、うん、甘さもちょうどいいですね。美味しい。僕は個人的にはいちごミルクをおすすめしますが、やっぱ愛媛来たって言ったらみかん食べたいみたいなあるんでね、どっちも味わったらいいんじゃないですか僕みたいに。はぁ、金賞コロッケ食べたいな。全国観光地人気ナンバーワン金賞コロッケ、これを食べたいな。すいません、金賞コロッケ食べよう。じゃあ3分待ちます。金賞コロッケ、イオビーフコロッケいただきます。うん、うまっ。うん、何がイオなのかちょっとわからんな。イオビーフ。それじゃあね、道後温泉短時間でしたけど、めちゃくちゃ満喫して楽しめました。なんかめちゃくちゃ短時間なんですけど、結構長時間いたような充実感ありますね。非常におすすめです。ここから僕はね、また島並海道で自転車乗ったりとかしながら、東広島の方に今から向かいます。いや、旅がいいですね。ちょっと道後サイダーね、サイダー博士の僕としてやっぱ買っとかないといけないか。これ車で飲もう、道後サイダー。はい、それではね、道後サイダー、柚子味しかちょっとなかったんですけど、この道後サイダーいただきたいと思います。あー、うまっ。柚子ですね、まさに。はい、まさにね、瀬戸内の柑橘が染み渡るというか、うまい。道後温泉の旅を終えまして、今から島並海道の方に向かいたいと思います。まあちょっと時間的に自転車借りれるかどうかわかんないですけど、やっぱ島並海道を自転車でね走ってるシーンは撮っときたいと思っております。まあ自転車乗りたいですね。橋をやっぱ自転車渡るっていう体験をしたいと思ってるので。はい、サンライズ糸山でレンタサイクルしたいなと思います。こんな自転車通る道があるとは。おお、橋に、もうすぐ橋です。すごいな、こんなとこ走るの初めてです。ゲスルホテル東広島やってまいりました。来ました。おいしくも五右衛門さん来ました。うまいもんや、うなぎも来ましたよ。これはうまそう。うさぎ島への玄関口ということで、ただの海港にやってまいりました。さあ乗り込みます。さあ出航しました。寝てますね、ぐったり寝てます。この辺りもなんか歴史的な建造物がね残ってますね。いやー、のどかでめちゃくちゃいいところですね。まあそのまま行っちゃいます。うまっ、絶景です。この辺が竹原
やりません。うん、うまっ。良いウイスキー作りにトリックはない。さあ来ました、うまそう。いかがでしたでしょうか。愛媛県松山市にある道後温泉の日帰り旅行をお届けしました。いや短時間だったんですけどね、もう温泉からグルメ、そしてなんか歴史もしっかりと感じられて非常に充実した旅となりました。やっぱりね、愛媛県に行った時は道後温泉は外せないのかなと思います。ぜひレフ松山などに宿泊をして、そこから道後温泉に行くみたいなプランを立ててみてはどうでしょうか。今しか見れないアート作品なんかもありますのでね、いつか行こうではなくすぐ計画してみましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。こんな感じでね、モーリーチャンネルでは旅の動画だったりとか旅の知識の動画をアップしていきます。旅貯金チャンネルでは節約だったり投資だったり旅貯金を貯めるための知識をお届けいたします。そして自分で稼いでいきたいんだという方は成長チャンネルで旅の稼ぎ方を、僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルをチェックをお願いいたします。